これは山形県の、最上郡ですねに、お住まいの方から聞いた話で、この方が今僕と同い年くらいの人なんですけど、この人のおじいさんが昔こういう体験をしたよっていう話を聞かせてもらっていて、それっていうのがそのおじいさんが昔は猟銃持って結構山に入ってってことをしていたんですけど、まあ、それはもうやめて山にこうキノコとか山菜を焼酎取りに行くとっていうので、さっきのまさにそれと同じなんですけど、こう入っていっていつものこうルートを通って、その時はキノコだったかなかなんかこう取りに入って、いつもそこまで行ったら休憩して弁当を使うっていうちょっと開けた場所があるらしいんですよ。でそこがこうちょうど木々がこう上の方が開けていて木漏れ日が入ってきて気持ちいいので、そこでいつも行ったらご飯を食べるとっていういつもの場所に行ったら、そこの場所のある木の根元に野良着姿の男性がこう寄っかかるようにして座ってるのが見えたと。であれ知らないやつだなって思ってこう近づいていくと、その人のお腹にべっとり血がついてるんですって。であって思ってこうよく見ると、こう投げ出した手に出刃包丁みたいなものを握ってると。あこれは大変なことになったなって思って、もうキノコ取りなんてものはもうやめてすぐに引き返して駐在さんを連れて元の場所に戻ってきたそうなんですね。でそうしたところ、さっきまでいたはずの場所は絶対同じなんです、いつもそこで弁当を使ってますから。なぜかそこにはさっきまでいたはずの男性が全然いなくて、代わりにどっからこう見ると人の形に見えるようなかなり大きいキノコが木の根元に生えてたそうなんです。でこれをお前人に見間違えたんじゃないのってちょっと駐在さんからも言われて、周りの人からも笑われるんですけど、いやそんなものを見間違えるはずはないと、絶対にあれはもう人間だったっていうことを小さい頃にしょっちゅうそのおじいさんから聞かされたと。でそのおじいさんはその話をするときには、いや狐とかタヌキって人を化かすって言うだろうと、それは確かにあると思うと、でもキノコも人化かすからなっていう話をよく聞かされてたっていう話を聞きました。うなずいておられました。